皆さんこんこにちはサルルセド・ナルと申しますアートディレクションスタジオワンサ s a r の代表取締役とクリエイティブディレクターをやってます。本日は ONESAR のコンセプト、そしてシネマ4 d で作ったさまざまな作品を紹介させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ワンサ s a はアートディレクションスタジオというなんですけれども、 アートディレクションスタジオは他の制作会社とは何が違いますか我々は、えー、ストーリーテリングよりデザインとアートで、えー、感情を表現することが好きです。つまり感情を表すことが好きでアートが好きです。立ち上がってから4年経って、まあ、まだとても小さいスタジオながら 日本だけではなくアルセンチン、デンンンチデマーーク、フランスのメンバーがおりますで私たちは、えーま、地域に限らず地域に限らずさまざまな国のクリエイターとコラボレーションしながらさらに新しくさらに美しい作品を世の中に出したいと思います。 作品なんですけれどもワンサルの主な作品はモーショングラフィックスですその中にテレビ c m ウェブ c m そしてそれ以外デジタルサイネージと OOH あとインスタレーションのコンテンツをよく作っておりますクライアントですが3割は日本それ以外は欧米オーストラリア中国となります例えばですが 日本のクライアントだとソニー・バラビア、ライン、ユニクロ、コーセ、そして本質紹介させていただくオルビスの作品などを作ってきました。海外だとデル、リモワ、デロイットの作品も作っておりました。早速ですが、ワンサルのショーリールを紹介させていただきたいと思います。 私からですが、デロイトの「At the Beginning of Everything」という作品の、えー、を、えー、解説していきたいと思います、えー。本日の内容なんですけれども、4つのパートに分けて、えー、解説していきたいと思います。えー、最初は、X-Particles でのダイナミクス、2番目、エクスプロシア r で簡単なスモークシミュレーションをします。えー、続きまして そのスモークシミュレーションでパーティクルをアドベクトして XP トレーラでトレーシングします。で、最後にオクタンでシェーディングをします。まず作品をご覧ください。Well, here we are again, at the beginning of everything.Hello, AI.Blockchain.Smart cities. Automation, the digital and total transformation of how we live, eat, work and move. Yes, business is set to harness some extremely powerful ideas. And we say, let's do this. Now is the time to create the world we want. There has never been a more important moment to be making decisions, as those we make today, make tomorrow. It's a good thing you're not alone. As there is no one person that can connect all these dots and create the bigger picture, luckily we're not one person. So take charge of the change, and let's begin. Well here. こちらです。 ご覧の通り、えー、これは2つのシステムで作られています。えー、前半の方が、まあ、パーティクルがスケールで、えー、現れて、えー、広がれていきます。で、えーまあ、ぶつかり合いながらあの広がれていきます。で、えー、後半の方はあの、また違うシステムで、パーティクルが、えー、スモークでアドベクトされて、えー、広がります。で、広がりながらスプラインを残します。 Here we are again 早速ですが Cinema4D、えーえー、に入りたいですまず、えー、XP システムを入れたいと思います失礼しましたでデフォルトでエミターが入ってますが、あのー、エミターシェープが、まあ、四角になるので これを、えー、球体にしたいです、えー、スフィアにしたいですねで続きましてもうパーティクルがもうスピードがあ,のありますのでこれをあのゼロに落としたいです、はいでえー、球体のサイズをもう少し大きくしたいんであの、まあ、2倍のサイズにします1 0 0ンチで こんな感じで。で、えー、エミターの、えー、エミッションモードをショットにしたいです。で、パーティクルは今のところ 1000, 1000で2000にしたいと思います。はい、こんな感じです。で、えー、この、まあ、今はポイントモードになってますので、ビューモードはポイントになってますので、ディスプレイを、ディスプレイモードを、えー、また球体にしたいですね。こんな感じです。 続きましてこの最初の,あの、まあ、スケールしながらあのパーティクルが、えー、広がるというエフェクトになるために X パーティクルの、えー、モディファイアって XP、えー、スケールを入れたいと思いますでこれを、えー、モディファイアのところに入れますで、えー、まあパーティクルが、まあ、見えるように、えー、大きくなってますが、えー とりあえず限界を設定したいです。制限をして、えー、設定したいです。12にします。まだちょっと大きいんでちょっと8にしますね。で、この、えー、まあこのところにこの設定で、えー、このスピードの、えー、大きさの、えー、大きくなるスピードが設定できるので、これをまあ点8とかに、ね、もうちょっとあのこれより早いんであの。 デロイトのエフェクトはもうちょっと早いんでもうちょっと上げたいと思います1.1とかかなでこうなりますねで続きましてこのパーティクルが真ん中から広がっていきますのでそうなるために XP スケールの、えー、フォロフのところに、えー、球体のフォロフをシ、えー、アのフォロフを、えー、入れたいと思います こんな感じで,すであのデロイトの作品で、まあ、何もないところからあのスケールアップするのでエミタのところにエミッションの、えー、タブでライディウスを0にしますサイズを0にしますそういうふうに何もないところからあのスケールアップします続きまして まあえー、このフィールドをちょっといじりたいと思いますまず、えー、フォールオフがもう大きすぎるのでもうちょっと小さくしたいで小さくするために逆なんだけど、まあ、95とかにしなきゃいけないですね90か9595 95にしますでこうなりますねで 続きまして、まあ、手作業になるかもしれないけど、えー、フィールドの、まあ、サイズにアニメーションをかけたいです。でこれをもともとの球体よりちょっと大きめにしたいです。120にしておきます。でえー、20, の20フレームのところまで行って、えー、キーフレームを入れますで。0に戻りまして、サイズを。 0にしてキーフレーム入れます。で、再生します。こうなります。続きまして、まあ、だもうこれもうできてるので、ダイナミクスをかけたいと思います。そうする前にシステムをヌールに入れま,入れまして、スフィ e っていう名前をつけます。で、またエクスパーティクルスのダ,ダイナミクスオブジェクトのところに XP コリションを入れたいと思います。XP コリションをダイナミクスのところに入れるんです。で再生します。で、こうするとパーティクルがもう永遠に広がっていくので、そ,うそのエフェクトはあん,あんまり好きじゃないんで <laughs>、それよりまあよく見ると。 広がっていてからちょっと,あのちょっとふわって動きがありますよね。それはあのまあソフトボディみたいな動きがありますので、それができるといいなって思って、シネマフルに戻って、もう一つのダイナミクスオブジェクトを入れたいと思います。XP コントレインスです。これすごく使いやすいです。ダイナミクスのところに入れまして、 このコネクションというタブがありまして、バースって生まれるところにコネクトアットバースってつけるだけでもうパーティクルが自動的にコネクトしますので、うん、こうなります。で、前半の方がもうできてます。もう一つのシステムを作る前にキャッシュをかけたいです。 このキャッシュを必ずしも、えー、XP システムの中に、えー、入,れき入れておきたいと思います。なぜかというと、まあ、2つのシステムを同時に、あのー、再生する予定がありますので、このオプションで Only in Same System で、そのシステムだけのキャッシュをしてくださいというあの設定がありまして、とても使いやすいですね。キャッシュをかけます。これで。 えー、完成です。続きまして煙シミュレーションに入ります。ちょっと保存しますね。はい。えー、まず、えー、また XP システムを入れたいと思います。で今回。えー エクスプロシアを使いたいんですね。えー、実際にこのショットを制作したときにあの、まあ、エクスプロシアもなかったし、あの他のソフトであのやりましたが、あのやはり全部エクスパーティクルでできるのがすごいありがたいんです。とても使いやすいですね。えー、エクスプロシア FX というダイナミックスオブジェクトを入れたいと思います。まず このドメインドメインってまあ言われてないけどあのこのドメインをもうちょっと小さくしたいですねこんなに必要ないなぜかというとこの抽象的な花みたいな形があの横に広がります縦とかに広がらないので節約するためにえちょっとバウンドをいじりますマイナス500とマイナス500そして真ん中の Y アクセスのえマイナス100で同じように100 500と500です。こんな感じですね。で続きまして、エミターの、えー、失礼しました、えー、スモークのエミターの、えー、メッシュを入れたいと思います。今回は、トーラスを使います、えー。先ほど作った球体より小さくすると、このパーティクルが。えー この球体から球体の後ろから出てくるのでそういうふうに作ります先ほどの球体は1 0 0ンチだったのでこのトーラスを70にしたいと思いますで太さはそんな必要ないのでこれぐらいにしっといてもいいかなはい、えー、続きましてグループ、えー、ヌルに入れて 全部ヌルに入れて名前を変えます。スモークシミュレーション。はい、でで続きまして、トーラスにエクスパーティクルのタグのエクスプロシア FX ソースってつけると、そんな簡単にもうあのスモークシミュレーションができます。 えー、もう当たり前なんですがあの煙が上にいっちゃいますね。でそれをあの防止するためにもうひ横に広がってほしいんで、えー、エクスプロシア FX の、えー、オブジェクトのシミュレーションのところに重力ってグラビティがあるのでそこにゼロにしておきたいです。で、また、えー、再生しますで。こうなります。で、これはかなり大事なん,だけどなんですけれども。えー 今回のボクセルサイズは小さすぎるあのつまり、えー、解像度がとても高いですあのレソリューションがとても高いですこれをちょっと下げても大丈夫ですなぜかというとスモークを使いたいのは、えー、アドベクパーティクルをアドベクトするためです今は3で上げるとあのレソリューションが下がるということになりますねだから12とかにしても大丈夫ですであのこれで シシミュレーションが速くなるはずです。そういうことですね。で続きましてちょっとあの圧力プレッシャーをえ真ん中からはプレッシャーがあ,のあってほしいのであのそれを、えー、作るためにこのこタグがありますプレッシャーという圧力というタグがあってこれをまあかなり上げちゃっても大丈夫かもしれないです。700にしてみたいです。 再生しまますすで、こうなります、まあ、少しずつその花みたいな、あのー、形が抽象的な花みたいな形が出てきますねで、ただ問題があります煙がまだ上へと下に行っちゃってますそれを、えー、解決するためにコライダーを入れたいですスモークのコライダーを入れたいと思います今回は立タ体でコライダーを作ります 高さってそんな必要ないんだけどやはり一番大事なのが、えー、この横のサイズですねそのレイディ u スでこれをまあとりあえず80でやってみたい、ね、もうちょっと120でやってみたいですで上につけますでこのこ,ないこのこ、えー、立方体に、えー、タグをつけたいと思います エク,スえー、エクスプロシアの、えー、コライダーというタグをつけたいです。で、またシミュレーションをかけます。でそういうふうに煙がそん,なそんな上に行かないです。これができたので、まあ、下のもつけたいんで、えーまあ、ただダプリケートすると、下の蓋も <laughs>、えー、つけています。 まあこういうふうに、えー、スモークシミュレーションを賛同すると、えー、ある意味でコントロールできます。はい、でこれを全部ヌルに入れて、えー、ビューモードをオフにします。はい、で続きましてパーティクルを、えー、アドベクトしたいということなのでこのパーティクルを えー、エミタエオブジェクトのところにまたあの四角からオブジェクトにして失礼しましたオブジェクトにして、えー、先ほど作ったトーラスを、えー、オブジェクトのところに入れますでエミットフローもポリゴンセンターって、まあ、パーフェクトすぎるようになっちゃうんで、えー、ポリゴンエリアにしてみたいです 一時的にこれを負にしますで。こうなります。またスピードが必要ないので、スピードが、えー、煙、えー、スモークから来るので、スピードが必要ではありません。こうです。で、そして、ショットでも、えー、できますので、冷凍ではなくてショットにして、まあ、こうなります。で 簡単に、えー、これはあの、まあ、すごくあの便利な機能になりますが、えー、エクスプロシア FX の、えー、オブジェクトのアドベクションっていう、あのーまあ、機能がありましてただつけると先ほど作ったスモークでパーティクルがアドベクトされます、えー、他のソフトでつこ,うこういうのを作るのがとても、まあ、ハードルの高い、あのー、作業になるのであの これがまあ入れてあのいただきましてとてもありがたいですね。で、えー、あのパーティクルがあまり見えないんで、こちらのディスプレイを、えー、またドットではなくてもボックスとかにしたいですね。で、こういうふうにたいどんな形にな,るなってるのがわかります。で、最後に XP システムに えー、こちらのジェネレーターのところに XP トレイルっていうオブジェクトがありましてこれをジェネレーターのところに入れるとでこちらにあの XP トレイルの中にミーターを選択しなきゃいけないですねで選択しますで再生するとスプラインが出てきます こんな感じになります。で、えー、こちらの XP エミタのパーティクル数を上げれば上げるほどディテールが上がるということになります。例えば7000とかにするとスプラインがもちろん7000にもなりますね。まあ、こんな感じになりますね。 で、えー、シェーディングに行く前に、えー、キャッシュを、えー、かけておきたいですね。キャッシュオブジェクトを作って、XP システムの中に入れて、保存入れて、えー、o n in same s y s t e m でをチェックして、ビルドキャッシュ。で、ちょっと時間かかりますので、もう一回。えー デロイトのオープニングショットを見たいいと思いますシェーディングなんですが、まあ、あの基本的に2つの、えー、マテリアルのタイプですねこちらはあのスペキュラーのマテリアルですねサーフサーフェイススカラリングがある、えー、スペキュラーのマテリアルでかなりラフネスの高い、えー、マテリアルになりますで2つの、えーまあ、違うパーティクルがあのシステムに入れてますで後半の方は、まあ、これは ただの、えー、グレーディエントがかかっている、えーえー、スペキュラーではなくてこちらの、えー、ディフュースマテリアルになります。でそういうふうに、えー、ちょっとだけ真似してみたいと思います。でこれはもうできてます。でえー、このシステムで まあ、両方キャッシュかけて後ろの花の、えー、をスケールアップしました。で、えー、キャッシュかけないと、えー、こ,こういうふうにスケールアップができないのでそれだけを、えー、注意、えー、した方がいいと思います。で簡単なシェーディングにいきます。えーまず HDRI エンバイロメントを入れたいと思います。もうあの既にあるワンライトの HDRI があるのでそれを使いたいと思います。もちろんあのシーンには何も、オクテンが見えるオブジェクトで何もないのでまだ何も見えないんだけど、XP Trail のところにオクタンのオブジェクトタグをつけると というあのレンダラーがありましてというあ機能がありまして Render as hair ってつけると、まあ、出てきますでこちらは、えー、このヘアの太さですねであのこのディテールができるように、まあ、かなり、えー、パーティクル数を上げて、えー、この髪のこの、えー、ヘアの太さを、えー、薄く 短点、ね、3と点3では大丈夫かもしれないですね、はい、で続きまして先ほど作ったパーティクルのシステムをオンにしますでまだ何も見えませんエミターのところにまたオクタンタグをつけますで 今回はパーティクルレンダーで現れてくるんですね。パーティクルシステムだとパーティクルレンダリングが現れてきますので、それをジオメトリにしたいと思います。で、現れてきました。これを実際にメッシュのパーティクルにしたいので、えー、球体を入れますで。この球体をサイズをかなり小さめで位置にしたいと思います。 でパーティクルレンダーのところにスフィアを入れますで。ちょっと小さくなりましたね。で簡単に調整できます。点8とか。ってなりますね。で、えー、このヘアのシステムをもうキャッシュしているので、普通に大きくしても問題ないはずです。 で,すでこうですねでもうちょっと大きくしても問題ないかもしれないですねでやはり太さがちょっと足りないので。6. にしますで続きましてマテリアルを簡単に作ります、えー、普通のオクタンマテリアルを作りましてマテリアルタイプをスペキュラーにしますミディアムのところに、えー、スキャッテリングミディアムにしますスキャッテリングミディアムのアブソーションのところにもうあの星ど,どんな色が星によるこの色を設定します例えば今回は、まあ、デロイトの 緑色ですねでスキャッテリングのところにとりあえず白ででこのデンシティをいじるとその透明さがあの決まるのでぜひ、えー、そこを、えーんえー、見てくださいでラフネスのところに ちょっと上げたいと思います。点六とか。こうなります。で、フェイクシャドウスを、えー、つけます。速くなるので。で、これを作ったパーティクルにつけます。えー、2つですね。1つは、えー、DL ではなく PT にしたいと思います。そして、ライトはかなり、まあ、暗い今のところ。だから、まあ、3とかにしたいと思います。 でこれは長くなればなるほどあのこのくるくるあのしてるところがあの出てくるので、えー、それも、えー、気をつけましょうで最後にスプラインの、えー、マテリアルを作りたいと思いますマテ普通のマテリアルを作って XP トレイルにつけてでマテリアルの、えー、ディフュースのところに プラグイン c ディオクタンの、えー、グレディエント。で、もう、ここと、ここの色が違いますので、やはり、えー、ラディアルになりますね。で、サイズはこれより大きくしたいと思います。4か5ぐらいですね。もうちょっと足りないですね。ただ5にします。 でこの黒のところをもうちょっとあの中に入れても大丈夫ですね。で、デロイトの作品で、外はちょっと黄色ちょ、オレンジの方かな、こっちの方かな。で、中は、失礼しました。また、このかなり濃い緑色になります。 こんな感じで,す、ね、でやはりディフュースマテリアルじゃなくてグロッシーマテリアルにすると、まあ、反射もあのちょっと出てくるので、えー、やってみても大丈夫ですね。 で最後に、やはり、えー、ライトの位置を調整すると、まあ、光と影があの、まあ、調整できるのでここで、まあ、ディテールを、えー、も,うもうちょっと目立つのではないかとは思います。 えー、以上デロイトの At the beginning of everything のオープニングショットの解説でした、えー、続きまして、えー、ワンサルのアートディレクターダミアン・センディンが、えー、オーストラリアのポーソフェストの、えー、作品を、えー、の解説を、えー、紹介しますのでよろしくお願いします mi nombre es Damián sendín soy director de arte dentro de oneal de uh, eh, a continuación vamos a estar eh, mostrando el trabajo que realizamos para post que es un festival en australia de motion graphics y tecnología 発表したい作品はポースフェスティバルというイベントで発表された作品です。ポースフェスティバルはオーストラリアの有名なフェスティバルでテクノロジーとモーショングラフィックスはいろんな作品が発表されているフェスティバルでございます。 Poco la idea detrás de este proyecto era eh, destacar la conexión entre la humanidad y la tecnología con eh eh y para esto tratamos de representar diferentes sensaciones humanas a través de formas abstractas eh

この今回の作品はいろんなソフトとかいろんなえ技術を使ってえ最終的には全部 Cinema4D でレンダリングされています。リアルフローで液体シミュレーションが行われました。それでそのデータを書き出して Cinema4D で読み込んでえレンダリングされました。 Algunas de そのようにカのシミュレーションとかあ最終的には使われていないところなんですけど、えーと、そういうプロセスの一部でした。同じようのシミュレーションを使って、マーベルデザイナーを使って、クロスシミュレーションっでこれも書き出して、Cinema4D でレンダリングされました。 También utilizamos eh, muchas opciones de pelo, hicimos muchas tomas con, con el sistema de pelo de cinema. Eh, ,まあ eh 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 Algunas eh, escenas son más obvias. Eh,

Y ahora vamos a mostrar un pequeño video de, de RD, de proceso de, del film. Eso fue un poquito del proceso dentro del, del video. ,まあ, y ahora vamos a pasar a cinema y ver cómo podemos recrear algunas de las tomas hechas con el sistema de pelos dentro del cinema. Eh un poco la idea es ver cómo eh, agregar mucha densidad y mucho detalle eh, con una simulación bastante sencilla. Eh, to, ma, eh, simulación de no, eh Para este ejemplo en particular vamos a tratar de recrear un ojo. primero eh,

調整できるところ、ラジアスのところを壊わずに、えー、スプラインに移る仕組みをこれから見せ,、ま、見せたいと思います。これで、リングセレクションのツールで、えー、そのエッジのところだけ選択します。Vamos a で次は、えー、メッシュから、えー、分けてスプラインに、えー、起こします。Tenemos, えー、forma, これで、えー、スプラインが、えー、さっきのディスクの形のそのまま、えー、分けて、あのー、もう同,じ同じ形ではできてます。 Lo siguiente es eh, asegurarnos de que la orientación de todos nuestros splines esté apuntando hacia el mismo lado. Eh, eh, ,その, eh ,あの en este caso hay una que está invertida, así que vamos a seleccionar eh, la, el spline particular y vamos A, uh, la そのために、えーえー、その順番を変えて方向を、えー、他のやつと一緒にします。次はサーフェスデフォーマーを使います。 y utilizamos nuestro disco original como elemento para clonar las propiedades. De safes o 使って、el deformer. Entonces luego initialize をクリックして起動され En nuestros えー、これで最初作ったディスクで調整しても、えー、とそのディスクだけではなくて、えー、スプラインのところでも変更もあの確認できます ación,。次、ヘアシステムを追加します。 バンサモスプラインスコモギアで、えー、その入るところの、えー、あルートのところで、えー、ーンガイドにします。その、あの、部屋が頂点から入らないように、そのスプラインの形にするために。バンメンで、これで、えー セグメントを増やしてもう少しあの髪の毛の,その滑らかなところを表すためにもう少し、えー、セグメントを増やします。こスプライン増やします。Ines, これでダイナミクスをかけます。No、で、重力はいらないから、これはもうゼロにします。 Y vamos a agregar un, una turbulencia a la escena para activar un movimiento más orgánico y regular sobre los pelos. Eh eh, eh, Dynamics vamos a subir un poco la fuerza y un poquito la escala también. これで, eh タブレンスの,あの力と、えー、スケールを少しあの増やします。でファロフ,フを追加します。 これであの、有機的な動きは、あのご覧の通りがもうできております。で, lado, pelo, radius, eh, で、このように、スのプロでも、スのインナーラスのディスコ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 のディスのスコのデのディコのディスコのディスコのディスコのスのディスコのディで、コのディスのディスコのディスのディスコののデのディスのスのの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 

次、そのディテールのところをあのレンダリングの方で行います。ここにあるようなシーンですが、そして、このアレアライトと同じ,あらかじめでレンダリング設定がされています。 Tiene apenas un poquito de gravedad para que simplemente cambie la simulación. que yo Y vamos a renderizar esto y ver cómo se ve. ¿Y con oh, oh. <laughs> 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 Me no le gustó mucho. Okay. <laughs> Como decía antes, es la misma escena que teníamos, solamente tiene una luz y una cámara de Octane. En el caso de Octane, y si renderizamos esto, esperemos que ande. Esto es lo que teníamos antes, básicamente, unas guías eh, que marcaban el movimiento. dato? no, y no de además. Y para generar la, esta complejidad, lo que vamos a hacer a continuación es simplemente

う十はいこれで以上となります次は小原小二さんの発表でございますありがとうございましたご清聴ありがとうございました初めまして、えー、小原小二と申しますえー、普段はですね えー、モーションデザイナーとして主にシミュレーションを使ったアニメーションを担当することが多いですねえっ、ー、と今回はですね僕の方からは CineMon4DR20、えー、の機能についてですね、えー、どのようにクライアントワークスで使用したかをご紹介できればと思っておりますえー、まあ時が経つのは早いものでもう実践で R20 を使った頃には本日 R21 の機能の追加があってですね い早いです、ね、そして一応映像の方がオルビス U という映像になっておりますちょうどこちらの映像をです、ねえー、作る前ぐらいにですね、マクソンさんの方から R20 の追加の紹介があったのですね、ぜひ私たちで使おうかなと思ってこちらの方を使わせていただきました一応映像の方を流します に備わる自ら美しくなろうとする力行き着いた一つの事実美しい花には水を巡らせる力があったのです細胞内に存在する水の通り道オルビス U に配合されたキーポリンブースターは細胞に潤いの通り道を作り水を巡らせます潤いが花全層を駆け巡り細胞一つ一つに水が巡ることによって 自立しした美しさを叶えるのです細胞に近いエイジングケア「オルビス U、えー」コンセプトとしましては一応アブストラクトでそして肌に備わる、えー、シンプルなテクスチャリングと少しちょ,ちょっと潤ってるようなイメージを持って制作の方いたしました。 えー、ワンカットずつですね紹介していきたいと思います、えー、まず最初にですねこのクロスのシワに沿って、えー、スフィアが転がっていって、まあ、最後にこう潜り込むようなアニメーションのところをですね紹介していきたいと思います えこちらの方にはですね少しディティールを足すためにフィールド機能を使いました。先ほど R21 例ですのでアップデートの方されていると思います。アニメーションとしてはこのような感じですね。潜り込むような感じです。Sphere のほうはですね手付けでアニメーションの方をしました。 えとちょっと見づらいかもしれないんですけど、こちらのです、ね、ちょっとこうくぼんでいるところにディスプレイサーを使って、そしてスフィアのフィールドをです、ね、入れて、ちょっとへこみの方を表現しております。簡単に作れるので、作りながら説明したいと思います。えー、とスフィアがとえ平面ですね、あ、があって、そして。 最初はですね、ディスプレーサーを平面の方に入れて、全体に影響をかけるために、白い画像をここに入れて、まあ、全体が動くようにします。そして、こちらのですね、スフィアをフィールドに入れて、ちょっとへこんだようなものを簡単に作ることができます。えー、ほとんどのシステム このシステムを作ってですね、まあ、ほとんどのカットに反映させております。えー、ちょっとほとんど一緒なんですけども、他のショットでは一応こんな感じで、このようなアニメーションで、えー、このスフィアに注目していただきたいんですけども、最初マトリックスでですね、オブジェクトの方を配置しまして、そして、えー、っとトレーサーでスプラインの方を 描いておりますそしてこちらのスフィアにスプライに沿ってアニメーションをしてそしてフィールドで若干のこのくぼみをですね出しております、えー、今回は使わなかったんですけども、えー、バーテックスウェイトというものを一応ちょっと別案として紹介させていただきます 先ほどの感じでスフィアと平面があってそれでちょっとジグルを使ってそしてタービレンスですねを使ってちょっと動かします。 まあこんな感じのアニメーションを一度作ってですね、それでポリゴンを選択して、ここですね、ックスウェイ8を最初、値を0にして、そして、こちらの、えっと、制限の方にですね、バーテックスを入れて、こちらの、ここにフィールドがあるので、フィールドを。 いいします。そしてデフォルトでフリーズが入っているので一応ちょっと置いておいてこちらのセフィアを入れるとこの黄色の範囲のところにですねエフェクトが反映いたします。まあ、こんな感じですね。そして一応ちょっと軽くアニメーションをします。 こんな感じのアニメーションを一度作って先ほどのフリーズのグロー機能を使います、まあ、グロー機能を使うと,とここまあこうこうやって広がるように影響度が広がっていきますそれでちょっとこれはちょっとニュアンスがちょっと違うので これを縮めてちょっと奇跡のような感じにいたします。まあ、こんな感じですね。そして、えっと、こちらにですねディレイを加えるともう少しリアルに水の潤いの感じが出てると思うので。 まあこんな感じにバーテクスで見るとまあこんな感じでこう余韻といいますかそのような表現ができているんじゃないかと思います一応フィールドとしては以上で次のカットがですねえとこの大きいスフィアにですね小さいスフ,ィアスフィアがこう包み込むように入り込んでいく ショットを紹介したいいと思います、えー、こちらはですねボリューム機能を使ってアニメーションの方をしておりますちょっとこちらの方は重いので再生の方はちょっと残念ながらできないんですけども、まあ、先ほどのカットですね,ねこ,この中心のオブジェクトがあって2つ小さいスフィアと1つ大きいスフィアがあって一応これの 小さいスピアの方を表示にするとこのようにまあくり抜かれた感じであってこのくり抜いたところはダミーの少し大きいオブジェクトを入れておりますまあこんな感じで置いててそれをボリュームビルダーの中に入れてこうくり抜いた表現を しておりますすここですねそしてこの入ったあとの,です、ね、この波紋っていうかちょっとこうコリジョンっぽい表現は先ほどとちょっと一緒なんですけども大きいスフィアにディスプレイサーを 入れてそしてフィールドの方ですねタミーのオブジェクトに追加して表現しております、えー、とてもちょっと難しいオブジェクトも簡単に作れるので非常に楽しく作ることができました、えー、まとめるとですねフィールド機能をよく今でも使っておりますそして並びにですねボリューム機能も非常に よくく使う機会が多くてですね、フィールドの方はですね、細かいところにもエフェクトをかけることができてですね、アニメーションの表現の幅が広がった気がします。ボリュームの方はですね、ちょっとこういうちょっと丸みを帯びた難しいオブジェクトとかちょっとこう何て言うんでしょうかね高度な技術をモデリング技術をこう用いなければならない。 とところとかにもちょっと違う角度でアプローチすることができて、ですね非常に面白く制作することができました。R21 のです、ね、発表もありまして、ですね R20 の機能と組み合わせて、また面白いものが作れるんじゃないかと思ったところで、僕の発表は以上にさせていただきます。ありがとうございました 皆様、本日ありがとうございました。えー、もし質問とかがありましたら、ございましたら、あの後ほどワンサルメンバーズが残りますので、あのぜひ聞いてください。そして、3D デザイナーを募集してますので、えー、ぜひウェブサイトご、ご興味がある方はウェブサイトをご覧ください。よろしくお願いします。はい、ワンサル様、ありがとうございました。So, you have to Okay. Said, yeah. じゃあ、はいえー、それではですね長い時間、えー、大変ありがとうございました。以上でですね、Cinema4D ユーザーミーティングを、えー、のすべての目は終了させていただきました。 懇親会のご参加の方はですねエスカレーターで5階の方に降りていただきまして受付の方をお願いいたします。 えー、大変申し訳ないんですけれども、懇親会の方はもう満席となっておりますので、ちょっと今からの参加というのは、ちょっとできないので、ご了承ください。えー、以上でですね、えー、今回、えー、非常に多くの方に参加いただきありがとうございました、またあの次回、イベントの方さんあのやっていきたいと思いますので、えー、ぜひともですね、またご参加いただければと思います。どううも皆様ありがとうございました